日本神奈川県川崎市中原区木月伊勢町木月伊勢町は神奈川県川崎市中原区の町名定番を持たない単独町名であり2003年10月14日に住居表示が施行されている郵便番号は211-0032面積は6.38ヘクタールである矢上川の支流である渋川と 東急と横線に挟まれた三角形の町域であるが一部が北に張り出している。一帯は住宅地となっている。木月伊勢町は北端で今井南町と南東端で木月住吉町と接し、南西端では木月と西端では木月祇園町や木月大町と接している。これらの町域はすべて中原区内であり、木月伊勢町は区。 境や市境には接していない。当地には、現那年間に伊勢宮が誕生され、そのための面だとみられる、伊勢麺という称名も、新編武蔵風土機構に残されている。1940年、木月から分離されて、木月伊勢町が成立した。常実のように、当地にあった伊勢宮に由来して、基礎改正の時につけられた小技である伊勢町による。 2021年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、2010年までは当地に川崎市立住吉保育園があったが、移転、民営化した。なお、そこが伊勢宮の跡地とされる。ありがとうございます。